ケーキ、ゴミは捨てといて。そう言って夫は自分の誕生日に友人と旅行に行くと言ったきり、連絡も取れなくなった。いつも自分ばかり好き勝手なことをして、私を思いやることもなくなった夫にほとほと愛想が尽きてしまった。私さえ我慢していればなんて、そんな風に考えていたこともあったけれど、それも無意味なことだと嫌でも思い知ってしまった。わかった、ゴミは捨てておくね。夫を見送った後、彼の言葉に何かが吹っ切れた。テーブルにケーキを置いて、家の中をぐるりと見渡してみる。夫が気に入って買ったリビングの広さに合わないソファーには、夫の脱ぎっぱなしのシャツがかかっている。どこもかしこもゴミだらけで、自分の家でもあったはずなのに、夫の荷物のせいで息苦しく感じていたところだ。あれもこれも、ちょうどいい機会だし、ゴミに出してしまおう。私にとって一番不要なものも、もう分かったのだから。私はメイ、今年で28歳になる。夫の希望で子供はいない。夫は普段は人当たりも良く、優しい人だったのだが、唯一の欠点は酒癖が悪いところだった。酔うと口調がきつくなり、飲み会など、外での様子は知らないけれど、私に暴言を吐くことも少なくなかった。夫が外で一生懸命働いてるっていうのに、お前は本当に気が利かないな。ごめんなさい。謝れば済むと思ってるんだろう。だから何にも成長しないんだよな。謝れば、その態度が気に食わないとさらにひどい言葉で罵られてしまう。かといって黙ったままでいても謝ることもできないのかと、春樹はさらにヒートアップするのだ。だから私は心ない謝罪をしながら、いつも春樹の怒りが過ぎ去るのを待つしかなかった。今思えばかなり心が擦り切れていたように思う。お前みたいなやつと結婚するんじゃなかった。最近はお酒が入るといつもこんなことを言われるようになった。もっと若い子を嫁にもらっていればよかった。もっと器量のいい子がよかったと。テレビで女優が出てきたりするたびに私を見下して、春樹は理想の妻を夢見て言うのだ。それでも春樹は外面はいい方だったため、私の話をしてもあまり信じてもらえないことの方が多かった。それどころか、春樹は私のことを夫への不満ばかり言うダメな妻として話すため、私の信用は春樹の周りではほとんどないに等しかった。春樹はそんなダメな妻にも優しい理想の夫として振る舞うのだった。お酒さえ飲まなければと我慢していたのも、思えば感覚が麻痺していたのだろう。翌朝になれば謝ってくれていた春樹も、最近ではほとんど会話もしなくなってしまった。春樹からの暴言を受けるたび、離婚の二文字が頭をよぎる。それでもまだどこかで春樹が心を入れ替えてくれないかと私は期待していたのだった。そんな期待すらも裏切られたのは、春樹があるものを私のタンスから見つけてきた時だ。いつか離婚を決意した時のためにと、私はパートのお金を少しずつ自分の口座に貯めていた。それを春樹は見つけたらしく、これ見よがしに通帳を私の前でちらつかせ、こう言った。お前、俺に内緒でこんなに金を貯め込んでたのか？嫌な女だな。それは私のお金です。何が私のお金だ？人の稼ぎで好き勝手な暮らしをさせてもらってるくせに、それをくすねて貯金までしやがって。本当にずうずうしいな。春樹は私が説明しようとする言葉にかぶせるように大声で罵ってきた。私がパートをしていることも知っているはずなのに、少しずつ貯めてその金額が大きくなったからか、春樹は自分の稼ぎから搾取したに違いないと言って聞かなかった。いくら説明しようとしても大声で怒鳴るだけの春樹は酔っ払っているのか、
まるで私を罵りたいがためだけに通帳を掲げているようにも見えた。結局春樹は私の話を聞かず、通帳は没収されてしまい、私はいよいよ彼への不信感を募らせていた。通帳を奪われ、春樹との間にさらに溝が深まった頃、ある時春樹はリビングで私にも聞こえるような大きな声で誰かと通話をしていた。ああ、その日は旅行のために開けておくから大丈夫だよ。久しく聞いていない優しい小姉に、私は一瞬別人かと思って驚いてリビングを覗き見してしまった。春樹は私に気づくとヘラヘラと笑いながら、わざとらしく臨時収入もあるから豪華にできるぞと私にも聞こえるように話し出したのだった。臨時収入とはおそらく私から奪ったあの貯金のことだろう。嫌がらせのような夫の発言に私は頭にきて春樹の元へと向かった。ちょっと何よ今の。なんだよ、何か文句あるのか。何度も言ったけど、あれは私がパートで貯めてきたお金なの。返して。お前ごときがあんな金を貯められるわけないだろ。家計のやりくりもままならないくせに嘘までつくなんて最低だな。嘘なんかじゃないわよ。だってその偉そうな口を誰に向かって聞いてるんだ。家計のやりくりというのは、春樹曰く夫婦の貯金が思ったよりもできていないことを指しているのだろう。けれど、いくら私が節約しようとも、春樹はお酒やいろんな私物に散財してしまうために、なかなかお金がたまらないだけなのだ。春樹にはそう説明しても、すぐに忘れてしまうのか、都合のいいように話を変え、すぐに私を非難するようになってしまう。その日もまた、そうやって春樹は私をコケにするばかりで、話を聞いてもらえなかった。そして事件が起きたのは春樹の誕生日の日だった。お酒が好きな彼は甘いものは好きではないが、家族に誕生日を祝ってもらうことが重要らしく、毎年私にケーキを用意するよう言っていた。ダメな妻にでもできる仕事を与えてやってるんだから、ありがたく思えよ。春樹にそんな風に言われてももう何とも思えなかった。何か小言を言われるのが嫌で、その日もいつものように春樹のために少し高級なケーキを予約していた。たまたま春樹も休みの日だったので、午前のうちにケーキ屋まで車を出してもらおうとお願いしたところ、彼はとんでもないことを言い出した。今日は友人と旅行に行ってくる。明日まで帰ってこないからな。え？聞いてないけど。言ってないからな。ああ、もちろんお前は留守番だ。人の金をくすねるようなやつと旅行に行けるわけないしな。まだそんなこと言ってるの？許してもらえると思うなよ。臨時収入のおかげで豪勢な旅行をさせてもらえるからな。今日はあなたの誕生日なのよ。ケーキだってどうするの？春樹はまた私のお金を臨時収入だと言って笑った。嫌味な言い方に腹を立てつつも、彼の誕生日なのだからとぐっと飲み込んで、代わりにケーキのことを伝えると、ああとようやく思い出したかのように彼はこう言った。自分の誕生日になんでお前なんかと過ごさなきゃいけないんだよ。ケーキ、ゴミは捨てといて。大きな旅行用のスーツケースを持ってそのまま玄関へ行ってしまう春樹を見送る。パタンと音を立てて閉じた扉を見て、私の中で何かが吹っ切れてしまった。頭の中がとてもすっきりして、もう悲しいとか悔しいとか、そういった小さな感情も湧かなくなってしまったのだ。わかった、ゴミは捨てておくね。彼が毎年祝えと言って私に用意させていたケーキも、もう用済みのゴミでしかないらしい。ならば私もゴミはきちんと捨てていくべきだろう。静かになった部屋で父に連絡を取った。事情を説明し、兄にも協力してもらって
大々的に大掃除を手伝ってもらうことになった。私にとって不要でしかないのだから、あれもこれも全部捨ててしまおう。なんだこれ、高い酒ばっかりだな。全部夫のコレクションよ。家の中を片付けるために真っ先に手をつけたのは春樹の部屋の中。そこには彼の大好きなお酒のコレクションがいくつもあった。人にはやりくりしろ、貯金をしろと言いながら、同じくお酒好きな父がうなるようなものもあったらしい。私は呆れてため息も出なかった。父に頼んで高めのものは売ってしまって、あとはすべてゴミに出すべく段ボールに入れていってしまう。うわ、スーツにネクタイに革靴、どれだけあるんだよこれ。欲しいものを好きなだけ買う人だから。外でいい顔をするために彼はブランドのネクタイやスーツなど見栄えのいいものを値段も気にせず買ってしまう癖があった。やめてほしいと何度お願いしても、当然私の言うことなど聞かずもなく、春樹は散財を繰り返した。お気に入りがコロコロ変わるせいで、2、3度着ただけでずっとしまわれていたものもある。クローゼットの中でみちみちになっていたそれらもまとめてゴミ袋に放り込んでしまう。空っぽになったクローゼットを見ると心まですっきりしていく気がして手が止められなかった。家の中がすっきりしていくのが楽しくて、ついつい時間を忘れて片付けを進める。春樹の関わっているものというだけでどんどんはかどってしまうのだ。そこでようやく私は自分にとって春樹こそが一番不必要な存在だったのだと気づくことができた。お父さん、私離婚するわ。え、ここまでしてまだしないつもりだったのか。それもそうね、ここまでしたんだもの、十分よね。すっきりとした部屋のリビングで春樹のために用意していたケーキを3人で食べる。誕生日を祝うチョコレートのプレートを食べながら意を決して、私は父に離婚を決意した旨を伝えてみた。父の驚いた反応に私は思わず笑ってしまう。笑ったのももう何年ぶりだろう。一緒にいて笑うこともできない夫と、この先も生活を共にするのももうたくさんだ。私は春樹と離婚するために父と兄にもう少し協力してもらうことにした。2日後、旅行から帰ってきた春樹は部屋を見るなり目を見開いて固まった。それもそうだろう、帰ってきたら家の中の家具がほとんど全て消えてしまっているのだから。わずかにテーブルと椅子だけを残したリビングで私は春樹と向き合う。あら、お帰りなさい。お帰りなさいじゃないだろ、何なんだよこの部屋は。あなたが言ったんじゃない、ゴミは捨てておけって。俺はお前なんかが用意したケーキのことを言ったんだよ。そんなこともわからないのかお前は。春樹は私のしたことが気に入らなかったのか、いつものように私に唾を飛ばしながら怒鳴ってきた。旅行中にお酒をたくさん飲んでまだ酔っ払っているのだろうか。もうそんなことはどうでもよかった。結婚前に自分で買った家電は父と兄に頼んで実家に運んでもらった。残っている家具は申し訳程度に春樹の購入したものばかりだ。すっきりした家の中を見て春樹は私を叱り飛ばしたり、ため息をついて私に機嫌を取らせようとしてきた。けれどもうそれにも応じてやらない。私は座ったまま向かいの席に座るよう彼を促した。お前こんなことしてどうなるか分かってるんだろうな。どうなるのか俺たちにも教えてもらえるかな。テーブルをきつく叩いて私を脅かそうとする春樹の背後から父が声をかける。リビングへ入ってきた父と兄を見て春樹は怒りで真っ赤になっていた顔を真っ青に変えた。春樹は二人の前でもいつも優しい人を演じていたから
本性を見られてうろたえているようだった。お二人とも来ていたんですか？ああ、家の片付けを手伝ってほしいって呼ばれたんだ。お二人からも何か言ってやってくださいよ。俺の知らないうちに家の中のものを勝手に捨ててしまったんですよ。父はわざとらしく肩を上げて、兄と二人で顔を見合わせた。春樹はそれを見て、二人を味方につけられると思ったらしく、普段から私がどれだけわがままなことをしているかなどを語り始めた。自分の行動を棚に上げて、私がさも悪いことをしているかのような話し方で、私をコケにするのだった。メイはいつも俺の稼ぎを勝手に無駄遣いしてしまうんです。それでもう俺はとても困ってしまって。そうかそうか。知らないところで勝手に買い物をされるのは困るよな。そうですよ。それじゃあ妹に許可なく酒や高いスーツを買うのはどうなんだ？え？お前が勝手に旅行に出かけてそれを娘に知らせないのは困らないと思ったのか？それは。夫は冷や汗をかきつつ何か言い訳を探して視線を泳がせていた。父はもともと義理人情に熱い人でもあるので、そういった態度はむしろ彼の立場が悪くなるばかりだ。目を細める父に、春樹はそれでも私を蹴落とそうと悪口を続ける。君の誕生日だというのに娘は知らされてなかったようでな。君がいらないと言ったケーキは俺たちで食べさせてもらったよ。メイが俺の話を聞こうとしなかったんです。ケーキだって不要だと言っておいたのに忘れていたようでして。ちなみにだけど、旅行は誰と行ってきたの？まさか女性と一緒なわけないよね。友人が誕生日の祝いにと旅行に誘ってくれたんです。じゃあドラレコでも見せてもらおうか。春樹は兄の言葉にこれ以上ないほど顔を青白くさせていた。兄は春樹が私を裏切っていると気づいていたらしい。しどろもどろになる彼をよそに、兄は車からドライブレコーダーを持って戻ってきた。でもいいの？奥さんのことほっといて旅行だなんて。いいんだよ。あいつ人の金を貯め込んで自分の貯金だなんて言い出すがめつい女だからな。ひどい。それでどうしたの？もちろん取り戻してやったよ。今日の旅行はその臨時収入で豪華になるぞ。録画されていた映像には案の定春樹と女性の声が残されていた。車中の二人は永遠と私をコケにするような発言をしながら終始楽しそうだった。黙ったままそれを見る父と兄の後ろで、春樹は背中を丸めながらいたたまれなそうに立っているしかできないようだった。これには深いわけがありまして。おお、娘をこれほど貶める話をするのに理由があるなら聞かせてもらおうか。いや、そういうわけでは。言い訳する前に妹に何か言うべきことがあるんじゃないか。夫はがっくりと床に膝をついて私に向かって頭を下げた。普段の夫なら考えられない態度に私は驚いてしまった。けれど、だからといって今さら彼を許すつもりはない。俺が悪かった。本当にすまない。本当に悪かったと思っているのなら私と離婚してください。それから浮気の慰謝料も。やっぱりお前は金のことばかりだな。あなたのお酒を売ってもあなたが持っていった私の貯金の額にも届かなかったからね。人の金を貯金して私のだなんてよく言えるよな。何度も言うけど、あれは私がパートで稼いだお金よ。通帳をよく見ればわかることよ。どうせどこから入金されているかその確認すらしなかったのだろう。春樹はハッとした顔をしてそれから父たちを見る。腕を組みながら話を聞いていた父はため息をついた。それを見てもう何も言えなくなったらしく、春樹はうなだれたまま私の要求を飲むこととなった。後日春樹に離婚届を書かせて役所へ提出し、
私たちは離婚した。慰謝料については最後までごねていたものの、父が立ち会ってくれたおかげでなんとか話を進めることができた。結局私が売ったり捨てたりした春樹の私物の件を差し引いても、春樹からは十分慰謝料をもらえることとなった。春樹は離婚しても初めは強気だったが、顔の広い父のおかげでかなり肩身の狭い思いをしているようだった。一緒に旅行に行った女性は同じ職場の社員だったようで、職場でも噂が広まったせいでそちらも居づらくなったらしく、春樹と喧嘩別れをして逃げ出してしまったという。お前のせいで何もかもめちゃくちゃだ。春樹からそんな私への恨み事の詰まったメールが届いた。そこには慰謝料の支払いのために家を売ったとも書いてあったが、おそらくは地元に居づらくなったからだろうと父は話している。この間私は手伝いをしてくれた父と兄と共に久々にお酒を飲んだ。父に頼んで売ってしまったはずの春樹のお酒だ。父はどうやら売らずに持って帰ってきていたらしく、嬉しそうに酒瓶を持ってきたのを見て私は笑ってしまった。久々に二人と飲んだお酒は高いものだったからかもしれないが、とても美味しく感じられた。私は実家から今も例のパート先でお世話になっている。職場の人たちは私の離婚の話を聞いても今まで通りにとても良くしてくれる人たちばかりだった。誰にも文句を言われない生活は快適で、私は少しずつ自分らしさを取り戻している。